本日7月5日です。そうですね。ということで、昨日 J1 リーグ再開しましたね。再開しました、やっとですね。はい。で、今回なんですが、はい、まあいろんなコメントをいただきます。知識不足とかね、いろんなコメントいただきます。実際そうだと思ってます。なので、まあ、ダゾーンさんからも J リーグ推進委員会とか任命していただき、まあ、J リーグをね、素晴らしさを伝えようというところで、昨日 J1 リーグが再開したというところで、その J1 リーグの全9試合です、はい、それを次の本日ですね、速報でお伝えしようと、うん、皆様にお伝えしようというところで、僕と柏原くんで、全9試合見ました、はい、昨日終わってから、はいはい、これが起きた証です。そういう生々しい努力アピールマジでいいんですよ。一応テスト前みたいなのいいんですよ。まあ本当に前節だけじゃなくて今シーズン全ての試合を速報で、お伝えしようと思ってます、はい、なので、J リーグ終わる頃にはもうサッカー見たくないって思ってるかもしれないですけど、夏大輔チャンネルも過密日程ですよ。そうですよね、はい、本当にJ1 リーグのスケジュールも過密なんですが、夏大輔チャンネルも過密なんです。普通の企画も並行してますからね、はい、はい、並行しながらいろいろねお届けしようと思うので、早速じゃあそこからね解説からしていきたいと思います、はい、うん、でですね、昨日なんですがスポーツナビさんで、うん、解説のお仕事副音声的なのいただいたの でそちらお仕事で川崎フロンターレ対鹿島アントラーズを、うん、解説させていただいたのでそこからいきたいと思いますね、はい、僕も見てましたよ。見てましたね、はい、まあ、結果から先に言います。2対1でフロンターレでしたね、うんうん、で、見てましたって言うけど、どういう感じで見てたの？本当に、うん、結構ガチでゴリゴリの素人なんですよ、うん、だけど、もう那須さん頑張ってるし、うん、俺もちゃんとメモ取りながら見ようと思って、うん、ちゃんとメモ取りました、はい、もしどうします？僕の方が知識あるって言われたら。もしかして、言われたら、もっともっと細かいこと言いますよ。本当ですか、はい、じゃあ一応いきますね、はい、前半1分、はい、これネットを賑わせたんですよ、はい、田口選手がゴールしました、はい、はい、で僕、うん、素人だけど気づいたことがあるんですよ。はい、わかりました。谷口選手がマジでイケメン。そっちかい。すごいイケメン。そっちかい。はい、そっちかい。ネットざわついてたのこれじゃないんすか？ちゃうわ。ちゃうんすか？マジでイケメンだったから。ちゃうわい。ちゃうわい。違うんすか？ちゃうわい。ざわついたけど。はい。うん、うん、うん、あと、うん、こう、40分、うん、これも、前半終了間際ですね、はい、試合観戦する中村健吾選手を映すんですよ、カメラが。うん、映すね。すごい手ぶれしてました。プロならでプロか。三脚貸してあげようかなと思って、夏大輔チャンネルの。なるほどね、はい、ちょっとプロ目線でね。あ、以上です。以上か。超えられますか、ナスさん、僕のやつ。超えられない。面白的には超えられない。いやいやいや、面白的には参りました。はい。じゃあちょっとサッカーのね、あ、はい、専門的なのを進めていきたいと思います。じゃあすいません、お願いします。はい。川崎フロンターレ対鹿島アントラーズ2対1でしたね。2対1でした。はい。それで、得点の流れからお伝えすると、まず、うん、ショートコーナーで家永選手がセンタリング、うん、で谷口選手がゴールというところで、うん、まあシーン、物議を醸しましたね。まあ実際あれはオフサイドでしたね、うん、はい、オフサイドだと思います、うん、ですが現在もなおそのネット上でちょっと審判に対してですけど、うん、誹謗中傷とかが出てたりします、うん、でもこれは審判は責められるべきじゃないです、はい、なぜかといったら俯瞰で見えないので、うん、皆さんその審判方がまあ、うん、映像ではもうオフサイドって視聴者から見たら分かりますけど、うんうん、審判はフィールド立ってますからね。そうなんですよ、はい、なので、もう攻められるんだったら審判ではなくシステムですね、うん、VAR が導入できなかったっていうそのシステムを攻めるべきだと思ってます、うん、はい、なので、まああれはもうしょうがなくゴールということで、はい、で、そのまま試合進むんですが、その後に家永選手の、うん、前半29分にスーパークロスから、はい、長谷川選手のスーパートラップのスーパーシュートっていう、うん、もうスーパーが全部続くゴールがありましたね。で、その後すぐに鹿島のコーナーキックでレアンドロ・ダミアン選手がちょっとクリアミスしてしまってオンゴールというところで、はい、まあ、得点から言えばもうその2対1でずっと進みます、はい、で、川崎フロンターレの良かったところですね、良、うん、かったところが
お伝えすれば試合の入りは良かったです、はい、非常に良かった中で、得点を積み重ねられた、うん、です、でその中で、まあ、フロンターレらしいパスサッカーというのも結構ね展開できたと思いますし、うん、それが、まあ、90分ではないんですけど75分ぐらいは、うん、こうフロンターレらしいサッカーできたと思います、はい、で悪かった部分をお伝えすれば、75分以降、もう残り10分15分ぐらいですかね、うん、まあ、やっぱ結構もうほとんど攻められることが多かったです、はい、やっぱあそこら辺をやっぱ試合巧者のフロンターレだからこそどうやって時間を使うか、うん、あの劣勢な状態、うん、でそこら辺がやっぱりどうしても鹿島に攻め込まれてしまったので、あそこら辺をどう改善していくかっていうところが課題点だと思いました。なるほど、はいはい、で、鹿島アントラーズのいいところは、うん、交代選手が非常に輝きましたね。はいはいはい、はい、遠藤選手とか、うん、ね、染野選手とか、うん、ね、交代選手がすごく輝いたっていうところで、前半入り悪かったんです、うん、悪かったんですが、まあ、またオウンゴールから、また、ね、息を吹き返して、で後半も入り良かったですし、うん、で最後のもう15分ぐらいは、遠藤選手というかね、あわや同点ゴールというところまで持っていけたので、もう結果的な部分で言えば本当に、同点でもおかしくないと思いました。なるほど、はい、まあ、強いてその悪いところをちょっとお伝えしなかったので、鹿島の悪いとこ悪かったところといえば、やっぱまあどうしても入りが悪かった、はい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 、うん、で選手間のこう、ね、コミュニケーションというかマッチするまでちょっと時間かかってしまった、その間に失点してしまったというところですかね、うん、はい、で、その両チームの中でもう特に輝いたプレーですね、うん、輝いたプレーなんですが、それはもうフロンターレで言えば家永選手、うん、その前半29分のあのスーパークロスですよ、はい、あの弾道はなかなか蹴れないです、うん、だからこそ鹿島のディフェンダーが落下地点、ね、見誤ってしまった、うん、であとそのスーパートラップからスーパーシュートというところで、うん、まあ、あのもう得点はもうスーパーが重なったというところで、まあ、そのシーンを挙げさせていただきたいです、はい、で鹿島で言えば得点には繋がらなかったんですが、遠藤選手が入って遠藤選手からの体格のもうそれも、まあ、スーパークラスというスーパーパスですね、うん、それで、そのボールをですね長戸選手ですねが折り返して、最後染野選手がシュートしてバーに当たって淡いゴールっていうところだったんですが、まあ、決めきれなかったんですが、まあ、そのシーンが特に良かったシーン、輝いたシーンだと、ですね、はい、なるほど、はい、で、次の試合いきたいと思います、はい、続いての試合なんですが、柏レイソル対 FC 東京の、はいはい、試合ですね。なるほど、一応僕の素人メモ入れますか。いや、お願いしますよ、はい、これ大事ですし。本当ですか、はい、まあ、びっくりしたんですけど、うん、キックオフ前、うん、エモすぎる夕焼けエモすぎる、あれはエモい、すごいエモかったエモかった、はい、うん、はい、もう一つあります。もう一つあるの、はい、まあ、FC 東京のキーパーユニフォーム、ショッキングピンクすぎるなんであのキーパーユニフォームってショッキングピンクすぎるやつはあるんですかね。あるあるだと思うんですけど、それはね、はい、確かにあるあるだけど全然気づかなかった、もう慣れてんだろうね、はい、ですよ、デザイナーもこれでいこうっていや、ショッキングピンクすぎないって誰か言わないのかなって、まあ、確かに、はい、仕事目線ですね。そうだね、あるかもしれない、はい、あ、以上です、はい、ありがとうございましたじゃあプロ目線でいきたいと思います、はい、で、柏レイソル対 FC 東京、0対1で FC 東京の勝ちでしたね、はい、で、得点の流れを言えば、FC 東京がセットプレーですね、うん、セットプレーで、森重選手の、まあ、後半ですね、62分ですね、うん、コーナーキックで森重選手の折り返しを渡辺選手が押し込む、はい、というゴールでした。で、まあ、試合展開的なものを言えば、もう両チームとも攻撃力がすごい、うん、守備力もすごいチーム同士の戦いでした、うん、で、特に印象的に残ったのがやっぱりフォワード、うん、FC 東京のフォワードですね、3枚ブラジル人選手、はい、僕はちょっとここは見誤ってたんですけど、あんまり連携取れてないと思ってたんですよ。はい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 、でもその3人の連携がすごい取れてました、はい、だから柏レイソルにとってはかなり脅威になってた、うんうん、だから本当に危ないシーンっていうのがありましたし、前半最初の ところにも、うん、でもちょっとアクシデントが起こってしまって、ディエゴ・オリベイラ選手が怪我でちょっと抜けてしまうっていうところで、はい、田川選手が入ると思うんですけど、うん、
まあ他の、高橋選手も頑張ってましたが、まあ、なかなかこうね、得点につなげることができない流れでしたね。で、柏レイソルは、まあ、オルンガ選手注目されてますね。はい。で、オルンガ選手がもう1対1で抜け出してとかあったんですけど、なかなか決めきれない、うん、っていう展開だったと思います。うん、で、まあ、その要因は両チームのディフェンダーの奮闘にあります。はい。で、FC 東京で言えば森重選手、渡辺選手。うん、で、柏レイソルで言えば、鎌田選手と、染谷選手。うん、で、この、ね、特に2センターバックが奮闘してたと思います。うん、で、柏レイソルの良かった点ですね。良かった点は、まあそのポゼッション、前半はまあポゼッションしながら、なかなかね、相手のカウンターを嫌って中にこう入れられなかったんですけど、はい、そのポゼッションしながらでも、途中から、後半からですね、特にこう中にもちょっと入れるように、差し込むようになって、うん、攻撃のバリエーションが増えた。はい、で、江坂選手からオルンガ選手とか、何回もこうチャンスがありましたね、うん。惜しいシーンがたくさんありました。なので、本当はいつ決まってもおかしくないというシーンを作り出せた。で、退場してからも、そのボールポジションから変わらずできた。で、チャンスも作れたっていうところはすごく良かった点だと思います。なるほど。はい。で、良くなかった点で言えば、その前半からそのポジションしてたんですが、ちょっと外のこう回しになってしまって、なかなかこう危ないシーン、相手にとって脅威になるシーンを多く作れなかった。うん、っていう点が、まあ良くなかったシーンですかね、要はまあチームとして。で、FC 東京良かったシーンなんですが、まあここはもう本当に、攻撃は特にこのもう3枚、うん、前の3枚が奮闘して、いいコンビネーションで、チャンスを作り出してましたし、あとまあ守備陣も奮闘もありましたね、うん、なのでまあ0失点というところで柏レイソルのアタッカー陣を抑え、もう最終的には抑えたので、ゼロで抑えたということはすごく大きな収穫だと思います。はい。で、悪いところで言えば、この前の選手だけにこう頼ってしまって、どうしてもビルドアップの時にボールがこう飛んでしまう、うん、中盤をこうやって飛んでしまうから、そこでキープできたり、ルーズボールを拾えればいいんですけど、だからそこの、ね、ビルドアップの部分で、割り切ってやるのかっていう部分で、前が機能しなかった時、どう中盤を構成するかっていうのが、まあ、今後の課題になるのかなっていうふうには思いました。なるほど。はい。という、試合でしたね、うん、この試合は。で、特に輝いたシーンなんですが、FC 東京で言うと、これはもう得点には繋がらなかったんですが、もうディエゴ・オリベイラ選手の前半の2人ぐらいをこう抜く個人技の高さ、うん、はい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 、あれはもうちょっとびっくりしました、うんうん、あれはもう本当この能力の高さを見せつけられたと思いましたし、うん、今後本当たくさんの得点を期待させるものがありましたね。なるほど。で、柏レイソルの方で言えば、特にねセンターバックで染谷選手が、はい、アダイウートン選手とのマッチアップでほとんど勝ってたんですよ。へー、なるほど。はい。だからアダイウートン選手ってコとしてすごい強い選手、うん、能力高い選手なんですけど、もうほんとそこのバトルはすごい楽しかったですし、へー、それでほとんど打ち勝ってた。はい。なので、あまりそのディエゴ・オリベリア選手がこうね怪我で交代してからは、そのチャンスらしいチャンスは本当に多く作らせなかった。なるほど。はい。というところでそこのマッチアップがすごく、光ったシーンかなっていうふうに思いました。はい。続いてなんですが、はい、ガンバ大阪、はい、対セレッソ大阪、大阪ダービー。大阪ダービー、注目カードでしたね。はい、はい、早速どうぞ。あ、素人メモですか。はい、はい、まず僕気づいちゃったんですけど、うん、宮本監督、うん、黒マスク似合いすぎすごかった。江口洋介かと思いましたわ。いやいや、黒マスクも似合うし、はい、あのね、バットマンスタイルも似合うし、はい、本当にね。はい、で、清武選手、はい、はい、前半11分ですよ、はい、気づいてますかこのプレー。何？雪見大福くらいのデカさの唾を吐きますでかくてそれは気づかなかった。デカと思って僕それはメモしちゃいました。雪見大福ってね、はい、そんな大きかった。いや気のせいかもしれないですけど、一応皆さん確認してみてください。はい、気のせいです。あ、そうです。後半66分です。はい、はいはい、アデニウソン選手が PK 獲得しますよね。はい、しました、はいはい、で、トクラ選手が敵ながら、うん、アデニウソン
アデミウソン選手の肩をポンって叩くんですよ。はい、はい、アデミウソン選手即座にその肩を払います。もうイラついたんでしょうね。触んなと。はい、あ、まあ、そんなとこ見てたのね。以上です。はい、はい、気づかないポイントでした。ありがとうございます。はい、じゃあ早速プロ目線でいきたいと思います。はい、で、ガンバ大阪対対、セレッソ大阪1対2で、セレッソ大阪が勝ちましたね。うん、で、得点の経過を言えばセレッソ大阪が前半終了間際に、清武選手から丸橋選手に出してそれをセンタリングで奥野選手ゴールして、うんうん、1対0で折り返して、でその後ですね、61分後半、うん、で清武選手から丸橋選手でもうスーパーシュート、うん、で2点目 2-0 になりました。でその後ガンバ大阪が、それでこそ、ね、PK を獲得してアデミウソン選手が、得点を取ったという試合展開だったんですが、はい、この試合で思ったところなんですが、まあ、ガンバ大阪はやっぱアタッカー陣、まあ、すごいなと思いました。チャンスを多く作ってました。うん、特に、アデミウソン選手に入った時、そこで収まりがついた時とか、そこに宇佐美選手だったり倉田選手だったり、中盤の選手が絡んだ時にもう本当に、よりチャンスを多く作り出してた。はい、で、遠藤選手、出てましたね。うん、もう623試合でしたっけ、なんか、ちょっと合ってるか分かんないんですいませんそこは。で、遠藤選手も中心にやっぱりそこ軸となってパス出しを供給してましたし、はい、本当に、チャンスは多く作ってたと思います。うん、でも決めきれなかったっていう形ですかね。なるほど。はい、で、セレッソ大阪は我慢する時間帯が多くあったと思います。はい、でも本当距離感がいい、これはもう去年からやってるサッカーの継続で多分選手間の距離感が分かっているので、ここは踏ん張ろうというところでみんなが体が張って、守れる、かつ距離感がいいのですぐカバーリングに行ける、抜かれてもすぐカバーリングだから、シュートシーンでも必ず人が入ってるシーンが多かったと思うんですよ。ああ、そうかそっか、はいはいはい、はい、結構なシュートシーンがあったと思うんですけど、それも本当距離感の良さ。なるほど。はい、で、ガンバ大阪の、まあ、良かったシーンですね。良かったシーンを挙げるとすれば、まあ、最後まで、攻撃の手を緩めなかった、うん、多くのチャンスを作り出して、中盤が、ね、流動的に動きながらで、交代選手もね、パトリック選手だったりとか、まあ、強烈な選手、渡辺和馬選手、小野裕二選手とか井出口選手とかいろんな交代選手をする中で、変わらずね、攻撃の手を緩めず最後の最後までチャンスは作り出してたっていうところが良かった点ですかね。はい、で、ガンバの悪かった点ですね。うん、悪かった点で言えば、やっぱりその点を取られる時間帯が良くなかった。うんうん、前半のやっぱ終了間際で、もちろんあのねセレッソの攻撃が良かったっていうのもありますけど、はい、あそこでやっぱりねどうしても入れられてしまうと、そこでハーフタイムで次切り替えようっていうところでやっぱメンタル的に少しダメージが食らってしまう。ほう、はい、なのであそこでどうにかね守りきれたらっていうところを、うん、まあやっぱ失点しないのが 一番なので、うん、2失点してしまったっていうのはやっぱ理由があると思うので。なるほど。1失点はしょうがない部分あると思います。はい、スーパーシュートが決まった。2失点してしまったのはやっぱそこそれなりの問題があるんで、そこは改善していかないといけない。まあディフェンスラインと中盤の距離感だったり、うん、でまあまあ全体での守備の意識ですよね。はい、どうそのラインコントロール、ラインのその配置をするかとか、そういうのも含めて、まあ、次に次節への課題かなというふうに思ってます。うん、で、セレッソ大阪、良かった点ですね。良、はい、かった点はやっぱり距離感が非常に90分通して良かった。うん、だから最後のところで体を張って、シュートブロック行ったりとか、抜かれてもカバーリングに行ったりというところで、あとそのあとはですね、いい時間帯に本当に、前半なんてそれまで1点目取るまで清武選手絡みでのチャンスはあったんですけど、丸橋選手1回も上がってなかったんですよ、オーバーラップ。はい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 。その多分初めてぐらいのオーバーラップで清武選手が丸橋選手を使ってのゴールだったんですよ、奥野選手。うん、だからそこら辺の勝負の分かれ目みたいなところでやっぱりそのパワーを発揮できる、はい、うん、その凄さっていうのはやっぱ感じましたし、まあ、試合巧者だなっていうふうにすごく思いました。うん、なるほど。はい、で、まあ、このガンバ大阪で、輝いたシーンですね。
輝いたシーンで言えばですね、やっぱりそのアデミンソン選手ですね、うん、あそこでやっぱりスペースで受けたり真ん中で受けたりできるので、あそこで起点になると本当に攻撃が多彩になるというか、はい、あそこが収まらないとやっぱり宇佐美選手引いて受けたりもするので、うん、それでサイドに展開とかするんですよ、うん、でもアデミンソン選手がやっぱその一番高いところで受けることによって、やっぱガンバーの攻撃がもうさらに機能すると思いましたし、はい、まあ PK も取ったりとか点も決めたりっていうところで、まあそこら辺アデミンソン選手の動きですねがもう輝いたシーンかなっていうふうに思いました。なるほど。で、セレッソ大阪ですね、言えばもう清武選手ですね清武選手が絡むと本当にチャンスの匂いしかしない、はい、だから一人でも打開できますし、味方周りも使えますし、だから本当に、セレッソ大阪の攻撃のスイッチを彼が担ってた。なるほど。はい、と思います。だからもう清武選手の本当ワンプレーワンプレーに、まあ、本当光るものがあったっていう感じですかね。はい、はい、というところで、まあ、次行きましょう。はい、続いてなんですが、ヴィッセル神戸対、はい、サンフレッチェ広島です。はい、はい、よろしくお願いします。素人メモですか。はい、はい、まあ、ここは僕神戸の選手とは結構いろいろお仕事させてもらってるんで、うん、はい、ちょっと深いものがありますよ、もちろん。はい、はい、そうですよね。素人メモいきますね、うん、渡辺選手、はい、スタメン嬉しい一緒でーすはい、はい、続きまして、はい、ゆうや怒られすぎてかわいそうこれ浅野選手なんですけど、やっぱ無観客だから、うん、ゆうやーって声が常に聞こえたね。ゆうやー、ゆうやー聞こえましたね、はい、かわいそうだなって思いました、うん、はい、あと広島強すぎ、強すぎ、はい、以上ですありがとうございます、はい、確かにね、今ね、声もね、いろいろね、注目してほしいからね、はい、確かにそこはでも感じてなかったですわ、うん、じゃあ早速、プロ目線でいきたいと思います、はい、で、結果的に見れば0対3でサンフレッチェ広島、うん、まあ、本当サンフレッチェ広島の強さ、攻守においての良さが出た試合だなっていうふうに感じました、うん、で、ヴィッセル神戸ですね、の良かったところ、良かったところといえば、まあ、前半はあんま多くなかったんですけど、特に後半、はいはいはい、まあ、攻撃を本当に担ってたのはイニエスタ選手だと思います、うん、でイニエスタ選手がボールを持った時の動き出し、うん、特にサンフレッチェ広島の、ブロックを形成してたんで、その裏をどう取るか、うん、なかなか取れませんでした、はい、前半でも、何度か西大吾選手の動き出しだったりで、うん、裏を取って、うん、惜しいシーンありましたね。ありましたね、はい、はい、だからああいうそのイニエスタ選手が持ったら、まあ、多分もうほとんど出てくると思うので、うん、そのチャンスを、まあ、山口穂太郎選手も一回裏に抜け出してとか、うん、あったと思うんですけど、本当にそのイニエスタ選手に入った時にどう周りが動き出すか、はいはい、っていうのがすごく良かった点ですね、うん、何度かあったのでチャンスを作り出す。で、悪かった点なんですが、やっぱり点を取られた時、うん、点を取られて、1点、2点と失点を重ねた時に、攻撃の形をどう持っていくか、守備の形をどう持っていくか、うん、っていうものはやっぱり考えないといけないなっていうのは思いましたし、はい、まだでもトップコンディションではないなっていうのはすごく感じました、全選手が、うん、はい、でもその中でも今その戦い方の中で、じゃあ1失点したら共通認識でどういう戦いをする、はい、じゃあ守備はどの、ブロックを形成する、攻撃だったら、どういう時にじゃあイニエスタが持った時に誰がどういう走り出しをしてとかいうのがまだ、スムーズではなかったですね。なるほど。だからそこら辺を改善しないといけないかなっていうふうに思いました。はい、で、サンフレッチェ広島に関しては、まあ、良かったとこがほぼかなと思ってます。ほう、うん、はい、なんか本当に、選手が攻守においてハードワークしてましたし、うん、まあ、攻撃も本当要所要所で、だから時間帯によって戦い方変えてたんですよ。ほう、そうなんですね。で最初はちょっと、まあ、どちらもブロックを形成してそこからプレスに行くっていう形だったんですけど、はい、でも得点を重ねるにつれてちょっとラインを引いてました、うん、ディフェンスラインを引いてカウンターっていう構図の中で、カウンターの中でもしっかり得点を重ねてた、うん、それでもう最終的に3点まで、ね、うんうん、取り切って勝利したっていうことで、しかもゼロが大きいんですよ、うんうんうん、ゼロで、勝ち切ったっていうところは非常に大きい。なるほど、はいはい、で3点目、上福監督のガッツポーズが出ましたし出ましたね、はい、はい、もうしっかり見ておきました。あとこれは素人メモだとちょっとポップすぎてあれだったんですけど、はい、柏選手と佐々木選手の友情がちょっと
エモかったっすね。柏選手が怪我するじゃないですか、うん、はい、で佐々木選手やっぱ寄ってくんですよ、うん、で柏選手痛そうな顔してないんですよ、うん、もうこれもう無理だってやったわっていう悔しそうな顔してて、うん、で佐々木選手も大丈夫かみたいな、うん、ちょっと友情を感じました、ね、友情ね、あ、仲いいからね、仲いいからそうだね、はい、うん、あので、ちょっと良かったプレーだけね、一心だけあげたいんです、うん、あ、まあ、一心っていうか良かった輝いた感じはやっぱもうここはもう神戸はもう本当にイニエスタ選手になっちゃうんですけど、やっぱ神戸持った時には何かが起こる、はい、うん、何かを起こしてくれる、で周りもそれに対して動き出すっていうところで、うん、やっぱ彼 の, あのプレーにはこれからも注目だなっていうふうに思ってます。はい、はい、で、広島なんですが、特にですね、川辺選手と、はい、森島選手ですね、うん、この2人が非常に攻守においてハードワークしてましたし、はい、で、川辺選手がアシストするシーンもあったりとか、アシストからのゴール、浅野選手がゴールとか、本当攻守に奮闘してた。はいはいはい、はい、で、森島選手も自分がボールを運ぶことによって、ためを作って起点になって時間を作って、うん、それで攻撃の、ね、リズムを作ってたというところで、はい、その2人がもう本当に輝いてたというところで。なるほど、はい、はい、で次行きましょう。行きましょうか、はい、続いてなんですが、浦和レッズ対横浜 F マリノスです。はい、0対0だったんですが、早速どうぞ。あ、素人メモ、はい、はい、前半4分51秒、はい、これ覚えてますか、那須さん。なんだろう、4分51秒、はい、スーパープレー、中川選手がレッズの選手と激しく交錯するんですよ、はい、けど髪型が全く乱れません。いや、それは分かってたけど、はい、分かってました、分かってました、分かってました、はい、すげえ固まってんなと思ってましたけど、はい、で、85分、はい、31秒、はい、橋岡選手なんですけど、うん、足をつって、ちょっとゆるキャラみたいな歩き方になります。分かります、はい、覚えてますか。はい、覚えてます、はい、そこ覚えてました、はい、あ、以上です。あ、以上です、以上です、はい、今回ちょっと弱めですね。弱めでした、弱めでした、すみません、ちょっと次から頑張ります。はい、で、早速プロ目線いきたいと思います、はい、0対0だったんですが、はい、まあ浦和は新しいシステムということで、攻撃に、重視をちょっとね、重きを置いた感じにしてました、はい、で、前半始めとか、まあ興梠選手を起点にだったり、ゆるき選手、うん、特にゆるき選手良かったですね。ゆるき選手を起点にだったりで、チャンスを何度か作ってたと思います。でも徐々に、試合巧者のもう横浜 F マリノスが、はい、ボールポゼッション率がどんどん高まってきましたね、うん、高まってきて、チャンスを多く作り出してたと思います、うん、で本当その、天野選手、新加入しましたね、新加入、はい、途中入ってきましたね、うん、で天野選手とかはもう本当にね、前からいた、まあ、いましたけど、で途中抜けたんですけど、今シーズン初めからやってたのかのごとく、もうプレー、いろんなプレーに、絡んでて、2枚目からの追い越しで、センタリングしたりとか、よくボールに絡んでチャンスを多く作ってた印象でした、はい、まあ、本当にもうマリノスは多くチャンスを作り出したと思います、うん、で、浦和レッズで良かった点ですね、良、うん、かった点はもう本当にゼロに抑えたところですね、うんうんうん、ゼロ失点に抑えたところで、僕はトーマス・デン選手、はい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 、この選手がすごい良かったんですよ、うん、最終的に体は、岩波選手も良かったですが、うん、裏、このディフェンスラインの裏を突破されることは何度かありました、うん、何度かやられることはあったんですが、最終的に体を張ったり、まあ、西川選手の奮闘っていうのもありましたけど、はい、まあ、そこをまあ全体的にそのディフェンス意識が高かった中で、うん、最後体を張ったディフェンスでゼロに抑えられた、はい、あとはその良かった点としては、そのゆるき選手が、うん、あの本当アクセントになってましたね。前半めっちゃチャンス作ってましたね。めっちゃ作ってましたね、はい、だから彼の本当伸び率というか、今回、これからの成長率に期待したいなと 思わせるプレーぶりでしたね。はい、はい、で、良くなかった点で言えばですね、まあ押し込まれることが多かったと思うんですよ、はい、でその中でも興梠選手だったり杉本選手がキープしたら、横浜 F マリノスハイライン、はい、裏を突こうというところで何度か惜しいシーンはあったと思うんですが、うん、それを多く作れなかった、うん、というところで、やっぱこのどうしてもブロックが下がった時に、守備ブロックが下がった時にフォワードにどう預けて、どう次の攻撃カウンターにつなげるか、はい、というところがもう少し多く作れればもっと得点につながるんではないかというところで、はい、まあ、そこが修正点かなというふうに思いました、はい、で、横浜 F マリノスなんですが、良かった点としては、それこそ先ほど言いましたけど、天野選手がもうすぐにフィットしてましたね、はい、で多くの
チャンスを作ってました。で、エリキ選手、フォワードのスピードありましたね、はい、すごいスピードある中で何度かも1対1とかも彼の動き出しで作ってましたし、あとその途中交代で出てきた選手ですね、エジカル選手、マルコス選手とか、でサネトウ選手ちょっと怪我で途中交代でチアゴ・マルチンス選手がディフェンスラインに入ったりなんですが、はい、出た選手たちがもう非常に活躍して本当に惜しいシーン、もうあと一歩でゴールのシーンまで、行ってましたね、はい、最後も終了間際なんてエジカル選手のシュートで、ディフェンスに当たって西川選手のスーパーセーブありましたけど、はい、あれももう決まってもおかしくないシーンだったので、うん、本当いつ決まってもおかしくないシーンを多く作り出せたっていうところは、はい、本当に良かったですし、後半は特にもう守備ラインもハイラインのハイラインなのに、全くやられなかったっていうところがすごく良かったなっていうふうに思います、うん、なるほど。で、悪かったシーンといえば、まあ決めきれなかった、うんっていうところかなっていうふうに思います、はい、もっと多分、なんていうんですか、この前線の選手たちもういい選手たちたくさんいますね、はい、中川選手だったりエリキ選手、それこそ途中交代でもたくさんいましたし、遠藤選手とかも、うん、で彼らが流動的に動き出したり、もっと連動性を持てばマリノスはもっと攻撃力、破壊力は増すと思います。なるほど、はい、まあ、コンディションの面もあるかもしれないです、うん、でもそこら辺がより一層増せばさらに攻撃力を増すというところで、まあ、点は取れなかったっていうところはやっぱり次節の課題点かなっていうふうに思ってます。はい、はい、続いてなんですが、清水エスパルス対名古屋グランパス、はいはいはい、はい、ですね、はい、早速お願いします。仕事メモ、はい、もちろんです、 OK です。61分、はい、金崎選手が途中から交代で出てきます。はい、出てきました。金崎選手シャツをパンツインしてて高青年感がすごくすごい高青年だなと思いました。それ見てなかった。はい、確かにそれ高青年だね。そんな印象ないのにね。はい、以上です。こっから先一個かい、こっから先素人メモの動き格段に落ちます。すいませんね、僕も意識もろうとしちゃって。 OK です、はい、じゃあそれをちょっとプロ目線のあのねことで埋めますね。はい、で、展開的には1対2という、うん、結果なんですが、はい、最初エスパルスが、1点先制しますね、うん、本当エスパルスの今今年掲げているパスサッカーというところで、はい、そこから、いいカットから、いいカットからショートカウンターでの、うん、で金子選手のゴールというところで、はい、1点いい形で先制しましたね、うん、ですが、徐々に名古屋も攻勢に増してきます、はい、その中で31分、マテウス選手、マテウス選手のセンタリングから清水選手がヘディングで2回やって、相手のね梅田選手も好セーブするんですけど2回、はい、それでも最後は相馬選手が押し込むっていうところで同点に追いついて、そこから結構ボール保持率も名古屋が上がるんですよ、はい、で前半39分、はい、前田選手が裏に抜け出し、でそれでオンゴールを誘発しますね、はい、センタリングを上げてちょっとバウド選手と梅田選手の、ね、コミュニケーションっていうか、まあ、ちょっと難しい部分もありましたあのシーン、うん、でそのオンゴールっていうところで、2得点します。で、前田選手実際あのワントップでどうなのかなって思ったんです、はい、ちょっとワイドに張る選手かなと思ったんですけど、彼の特徴を生かして非常に、ね、あのサイドに流れたりして起点になってましたね、はい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 、仕掛けたりっていうところで、で、清水エスパルスから良かった点ですね、やっぱ自分たちのスタイルを変えずビルドアップっていうところに徹底した、はいはい、そこは非常に良かったと思います。その中でもショートカウンターで1得点目につながったっていうところは非常に良かったと思いますし、はい、特に清水エスパルス若い選手すごい多いんですよ、うん、高卒ルーキーの、ね、鈴木選手とかもいたりとか、うん、なので本当これからのチーム今構築している段階だと思います、はい、でそれを一貫してやったっていうのは非常に良かったと思うんですが、悪かった点で言えばそのパスサッカーする前にやっぱミスが多かった。おお、なるほど、うん、はい、ビルドアップの段階でミスが多かったので名古屋にその部分でリズムを作られるはい、ということが結構あった、はいはい、なので、そこはちょっと次節に向けて改善するべきところかなというふうに思いました、うん、なるほど、はい、で、名古屋グランパスなんですが良、うん、かった点はですね、本当に前田選手、相馬選手、マテウス選手とかもそうなんですけど結構こう
前に推進力がある選手たちなんですよ。だからどう噛み合うのかなって思ってたんですよ。なるほど。はい。だからドリブラーでどうなのかなって思ったんですけど、まあ阿部選手がねサポート入ったり、あとサイドバックがうまく絡み合ったりっていうところで、はい、うまくチャンス作ってたと、多く作ってたと思います。うん、でその前、先ほども言いましたけど前田選手が本当にうまくサイドに流れたりっていうところで起点になってましたし、うん、まあ本当に。途中からもゴールポジション率も上がって、うんうん、本当にいい攻撃の形を、示していたと思います。はい。で、良くなかった点で言えばですね、まあどうしても攻め込まれる時間帯ってあると思うんですよ。うん、で、攻め込まれる時間帯がある中で、その自分たちの戦い方ってあると思うんです。はい。はい。で、エスパルスの戦い方っていうのは、まあ、もちろんポゼッションっていうのも一つあるんですが、うん、ブロックからのカウンターっていうのは、やっぱ前にね、槍みたいな選手で、ドリブラーみたいな選手がいるんで、カウンターっていうのはやっぱそれはすごく効くと思うんですよ。はい、だからその劣勢な時に、その選手たちにいい形で預けられたり、いい形でカウンターにつなげられるかっていうところをもっとすると、うん、やっぱ、ビルドアップもできて、カウンターもできてって両面あれば、やっぱりね、攻撃的にはもうバリエーションがあって、相手にも脅威を与えるので、はい。はい。だからそういう部分をもっとね、きつい時間帯にできればいいんじゃないかっていうふうには感じました。なるほど。はい。続いてなんですが、横浜 FC 対北海道コンサドーレ札幌の試合です。はい。はい、お願いします。素人メモ。はい。松井大輔選手、後半出てきましたね。出てきました。奥さん、加藤ローサです。知ってる。あれ知ってる、みんな知ってる、嘘みんな知ってる。僕10年前ですかね、高校生か中学生ぐらいの時に、うん、松井大輔選手が加藤ローサと結婚って出て、うん、僕当時 SNS で誹謗中傷しました松井大輔選手のこと羨ましくて、はい、当時の加藤ローサっつったらだっていやいやすごい人気、はい、広瀬アリスさんとかじゃないですか今で言う。まあそうだね、そうだね、はい、まさにそうだね。だから誹謗中傷しました。やめてくれよ、本当に俺友達やあの時はすいませんね早速いきます。はい。得点から言えば横浜 FC が1対2で、負けますね。はい、はい、で、得点の経過を言えば前半2分に、うん、チャーナティック選手のサイドでこう個人技のセンタリングで、はい、それに、武蔵選手ですね、鈴木武蔵選手が、はい、ゴールを決めるっていうところで先制点が入り、その後なんですが、まあ、この試合ってミラーゲームだったんです。同じシステムはい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 、のゲームだったんですよ。3、4、2、1って、うん、で同じシステムでだからこうはまりやすい、おはめやすい、守備だったらはめやすい、はい、だからプレスいったらはめやすいっていう、うん、そのミラーゲームだったんですが、まあ、その中で、まあ、横浜 FC はもう自分たちのサッカーっていうかこのポゼッションサッカーっていうのをやってましたし、はい、やってる中での前半15分、一味選手がすごいスーパートラップからですね、うん、はい、スーパートラップからのゴールキーパーかわしての、同点ゴールっていうところで、ここで盛り返していって、前半は北海道コンサドーレ札幌はあんまり良くなかったです、うん、出来的にはすごく良くなかった。で横浜 FC は自分たちのサッカーする中で同点ゴール、決められましたし、まあ、でも良かったんですけどなかなかゴールまでには行き着かなかったっていうのが印象的なことでしたね。はい。で、後半なんですが、北海道コンサドーレ札幌が盛り返しますね、うん、自分たちのサッカーをこういろいろ広く使って、はい、幅を使って、あと J 選手に 入るようになりましたね、うん、あそこに入ることによって、まあ、北海道コンサドーレ札幌のサッカーっていうのはすごい機能します、はいはいはい、そこによって落としたところを鈴木武蔵の選手の、パスだったりっていうのがすごく多くなってきましたね、うん、チャレンティック選手のパスもそうですけど、でそれで65分ですね、うん、鈴木武蔵選手からチャナティップ選手で、あ、ごめんなさい、これじゃなかった、チャナティップ選手ですね、うん、チャナティップ選手のパスから鈴木武蔵選手が2ゴール目、うん、というところで、これ、後半ごめんなさい何分って書いてなかったですわ、僕65分違いました、それ後期でした、はい、はい、で、後半にチャナティップ選手から鈴木武蔵選手のゴールというところで、うん、素晴らしいその落としからチャナティック選手のスルーパスみたいなところで、うん、鈴木武蔵選手が、ゴールに押し込むというところで2対1で北海道コンサドーレ札幌がそのまま終わるという展開だったんですが、はい、横浜 FC で言えば良かった部分は、うん、自分たちのその準備している期間でポゼッションサッカーっていうのを
ずっと貫いてましたし、はい、90分間でその中でも斉藤選手、うん、この選手はすごく輝いてましたね。東京世代、はい、はい、本当に個でも打開してましたし、自分受けてパス出しもそうですし、はい、彼が本当に起点になってたと思います。で、一味選手も要所要所ではこう頑張ってたんですけど、やっぱりこのサッカーではワントップっていうのが非常に大事なので、はい、よりキープできるとチャンスにつなげられると思いましたね、うん、で、まあ90分間通してその一貫して自分たちがぶれなかったっていうところは評価できるところだと思ってます、はい、で悪かったところはやっぱりゴールに結びつけられなかった、うん、だからそこがチャンスがやっぱ多く作れなかった、まあ、パスは回してるんですけど最終的にシュートまで行くシーンが少なかったので、やっぱり結局ゴール入らないと、はい、やっぱり試合をねうまくスムーズに進められないですし、うん、だからそこら辺やっぱゴールっていうところですね。いかにゴールをつなげるか。そのためにはやっぱ一味選手とかでキープしたり、それを、斉藤光希選手とか受けてこう打開してましたけど、一味選手が受けたのを斉藤光希選手が受けて、その次に誰かが3人目が走るとか、斉藤光希選手が3人目で受けるとか、はい、それこそ中盤の佐藤選手、瀬古選手とかが絡んで、うん、それで、やっていく方が。で、真ん中が生きると今度サイドも生きてくるので、そういうね、バリエーションを富んだ中でゴールの演出を多くできることができればいいかなっていうふうに思いました。なるほど、はい、はい、で、北海道コンサドーレ札幌ですね、良かった部分はですね、本当に、まあ、ミシャのサッカーやってるんで、まあ、本当にここはすごく分かる部分なんですが、後半になって特に良かったなと思ったんですけど、やっぱり北海道コンサドーレらしい、トップに入った時に落とした時にもうすぐに、3人目の人が走ってるとか、はい、ワイドを大きく広く使ってでね、クロスの何ですかね、クロスのパスっていうのをグラウンドを広く使ってる中で中も使って、はい、中も使うから外が生きる、外が生きるからまたより中が生きるっていうサッカー、それが後半はより多くできてたので、まあ、そこら辺はらしいサッカーができた、はい、というところで良かったと思います、うん、で悪かった部分はその特に前半とか、まあ、守備の形ですね、守備ブロックの部分だったり、っていうところでプレッシャー強くいくところでいけなかった、はい、だから相手に持たせてしまう、でバイタルエリアで前向かれてしまうとか、相手にちょっとリズムを作らせてしまった、あとはプレッシングのうまくはまってなかったですね、うん、相手にかわされてしまった。なるほど。あそこら辺はチーム全体でどう守備に行くのか、うん、で守備ブロックをどうじゃあね、無理だったらリトリートしてラインを形成するのか、うん、まあ、そこら辺が、まあ、明確でなかったっていうところが、まあ、良くなかったところですかね。なるほど、はい。続いてなんですが、大分トリニータ対サガン鳥栖の試合ですね、はい、早速お願いします。あ、白戸メモ、はい、はい、田中選手、はい、すごい普通、いや素人メモってこういうことですよそうだけど、はい、最初濃かったのに、なんかあの全試合に面白シーンがあると思わないんですよ。分かった、僕だって結構大変なことやってるから。そうだね、自ら貸してしまったからね。そうですよ、後に引けなくなって最初にやっちゃったから確かに、はい、分かりました、はい、はい、早速いきます。はい、2対0で大分トリニータが勝った試合なんですが、うん、はい、まあ、試合展開から言えば、なかなか大分はゴールに結びつけられなかったです、はい、で、鳥栖の方がどちらかというかシュートチャンス多かったですし、うん、まあ、ゴールの匂いが少しした、前半ですね、うん、したシーンはたくさんあったと思います、うん、で、まあ、後半になって鳥栖がちょっとプレッシングに来て、はい、で、空いたところディフェンスラインもちょっと上がったところに裏のスペースを使って得点を少ないチャンスで結びつけた、うん、でそこで、自分たちブロック作る中で1点取って、でブロック作る中でカウンターして、最後仕留めたっていうところで、まあ、田中選手2得点取りましたね、はい、はい、で、まあ、それで勝った大分トリニータが勝った試合なんですが、大分トリニータで良かった点ですね、良、うん、かった点はもう本当に、もう片野坂監督がもうずっとやってるこのポゼッションサッカーっていうところで、はい、後ろからね、ブレずにずっと、つなぎ続けた、うんうん、そこは非常に良かったと思いますし、
その中で少ない、まあ、ゴールに結びつくとか、シュートチャンスも少なかったんですけど、右サイドですね、うん、大分トリニータの、はい、岩田選手、松本選手、うん、でまあ、井上選手もだったんですけど、まあ、その3人での関係性っていうのは非常に良かった、はい、だから岩田選手がボールを持ち運んだ時ですね、うん、持ち運びながら松本選手の関係だったり井上選手の関係で3人の中でちょっとこうサイドを崩すっていう場面が何度か見られたので、はい、非常に、ここはストロングポイントだなっていう、うん、大分の思いました。で、その良かった部分もう一つで、もう状況によってパスポジションサッカーですけどちょっと裏のスペースを使い始めましたね。はい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 、はい、で相手 の, その、ね、プレスによってラインも上がったっていうところでその裏を使ったっていうところ、うん、で得点に結びつけたところっていうのは、まあ試合の流れとして相手の、ね、弱点をついたってところで、うん、非常に良かったなっていうふうには思ってます。はい、で良くなかったところはやっぱりポジションサッカーの中でゴールを決めないといけないっていうところで、うん、なかなかフォワードに入らなかったですね、ボールが、うん、収まんなかった、はははは収まんなかったんで、よりサイドも行けなかったですし、であと右サイド一辺倒の特に前半とかは、うん、形の攻めになってしまった、はい、だから左サイドを使うことによってポゼッションサッカーでそこでボランチも経由したりしてサイドチェンジをするからこそこうサイドがまた仕掛けられたりとか、はいはいはい、数的優位を作れたりという形が形成されるんですよ、はい、だから両サイドを含めてやっぱポジションサッカーであればうまくこうね、パスを回しながら、うんうん、サイドチェンジも駆使しながらっていうのをより多く作れたらいいなって、あとはもうトップも絡めて、はい、収められてそこでうまくね、こういうの形を作れればよかったなっていうところですかね。なるほど、修正ポイントと挙げるとすれば、はいはいはい、で、サガン鳥栖、うん、良かったところとしてはまあ前半最初の方なんですけど何度か本当に惜しいシーンっていうのがありましたね、うん、まあそのチアゴ・アウベス選手がやっぱ個が突出しているというところで、はい、すごい推進力あったので結構自分でもシュート何度か打ってましたし、うん、であとセットプレーからの本田選手のそのねすごいシュートっていうで、あれ高木選手がビッグセーブしましたけど前半なんですけど、うん、まあ、あのシーンとかも本当得点になってもおかしくないシーンを何度か作れたっていうところは良かったかなっていうふうに思います。なるほど、はい、で、まあ良くなかった点としてはやっぱりその流動性がない、うん、連動性ですね、流動性というか連動性がないのでどうしても個での打開になってしまった、はい、だから個の打開はやっぱり限界あります。2人3人やったら相手も読んでくるので、うん、なので本当に超ビッグチャンスっていうのが少なかった、はいはい、だからあれがより一層チアゴ・アウベス選手だったりもうパスを出したりとかその、ロペス選手ですよ、まあ、あのフォワードの、うん、とか絡めてこの 何人かの形コンビネーションが作れればもっとチャンスは多く作れると思います。なるほど、はい、だからそこら辺のコンビネーションだったりバリエーションっていうのがちょっと少なすぎたかなっていうふうに思いますね、うん、はい、だからそこら辺をが、まあ、改善する点というか、はい、とは思います。はい、はい、最後になりますが、はい、湘南ベルマーレ対、ベガルタ仙台、うん、の試合なんですが、こちらもお願いします。あ、なるほどそうですですね、はい、18歳のキーパー、小畑選手大抜擢されたじゃないですか。されましたね、はい、小畑選手の秘密、何、体が柔らかいどこで思ったの、はい、どこで思ったの、試合前に、うん、なんていうか、ダゾンで、うん、スタメン予想あるじゃないですか、うん、その時に下の方でストレッチしてたんですよ、うん、柔らかいと思ってキーパーはみんな柔らかいんです。あ、そうなんですか、はい、素人にそんなこと言われても柔らかかったからありがとうございます、はい、じゃあ早速、いきますが0対1で、ベガルタ仙台が勝ちましたね、はい、で、その得点というのを2分にジャーメイン選手がドリブルで運んでのクロスで、あの試合って強風だったんですよ、うんうんうん、あれシュートじゃないと思います、はい、シュートじゃなくてセンタリングがこう風に乗ってゴールインみたいな形ですね、うんうんうん、はい、はい、その 1-0 をずっと守りきってっていう展開だったんですが、うん、まあ妥当な結果かなとちょっと思いました。あ、なるほど、はい、はい、で仙台は良かったと思います、うん、で入りも良かったですし、長澤選手を起点に、あと松下選手とかもよくボールに絡んでチャンスをね、
演出してましたし、はい、で武器がいっぱいある。ジャーメイン選手も速い、西村選手も速い、はい、中澤選手は高い、起点になる、うん、なので本当に湘南ディフェンダーに、うん、ディフェンスに脅威を与えてたと思います。なるほど。特にジャーメイン選手は本当にスピードあって、うん、何度も仕掛けてたので、うん、あれは相当な脅威だったと思います、うん。で、湘南はなかなかその自分の今パスサッカーっていうのをやってるんですけど、うん、でその中で自分たちに色を出すのがちょっと時間かかりましたね、うん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 。で、どんどん、オーバーラップ、インナー、オーバーラップしたり、インナーラップしたりとか、はい、それは徐々に出てきました。で、センタリングから、お尻シーンとかもちょっとずつ出てきたんですけど、まあちょっとこの、ね、その中でもなかなかこう、得点に結びつくのが少なかったので、はい、まあチャンスらしいチャンスというのは、本当そんな演出できなかったなっていう印象がありましたね。なるほど。はい。で、まあ良かった点なんですが、湘南ベルマーレで言えば、うん、まあそのパスサッカーの中からですね、うん、で、まあ前半で言えば鈴木選手とかが、特にそのアーリークロスだったりクロスの中で中の選手が合わせてだったり、うん、湘南らしいその追い越す、外から追い越すっていうことを岡本選手だったりとかが、大岩選手とか追い越したところ、オーバーラップ、インナーラップしたところでうまくセンタリング、フリーの状態でセンタリングを上げられて中が合わせるっていうシーンが何度か作れてました、はい、そこら辺は良かったなっていうふうに思います、うん。でもまあその悪かった点で言えばやっぱり点に結びつけられなかった、なかなか、はい、はい、っていうところで、まあ仙台ディフェンスも良かったと思います、うん、ですがなかなかこう中を割ることができず、うんうん、で、センタリングも、いい状態で上げる部分も何回かあったんですけど、それをより多く作れなかった。で深いところからえぐってとかもなかなかなかった、はいはい、なので相手ディフェンダーからしたら守りやすい守備になってしまう、うん、なるほど、はい、視野の確保しやすい状態でのセンタリングっていうのはやっぱりどんなに質が良くてもクリアできてしまうので、うん、だからそういう部分はちょっと改善するというか、やっぱり真ん中、パスサッカーで言えば真ん中使わないとダメなんですよ、はい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 、真ん中で収めて、そこで真ん中で収めてギュッて絞られるからサイドが開くんですよ、うん、サイドが開いてサイドに展開する。だからこそサイドで数的優位、もう中にみんな絞ってるんで、うん、遅れていきますね。遅れていくからそこでオーバーラップとかインナーラップした時に数的優位が作れて、うん、よりいい状態でセンタリングが上げられる。で湘南のサッカーがより生きる、うん、というところで、まあ、そういう中も外も両面使った攻撃をなかなかできなかったっていうところが、まあ次節の改善点かなっていうふうには見えました。うん、なるほど、はいはい。で、ベガルタ仙台なんですが、良かった点で言うと、本当先ほども言ったんですが、やっぱり長澤選手が、ターゲットになったりとか、うん、あとカウンターだったらジャーメイン選手とかが、まあ、仕掛けたり、西村選手も速い選手なんで、ここら辺が本当に躍動しましたね、はい。で松下選手もよくボールに絡んで、チャンス演出してたと思います、はい。で守備の面でも本当に、ディフェンスライン全員含めて、体を張ったディフェンスしてたと思いますし、うん、本当に真ん中で守備させない、吉野選手、平岡選手ですかね、ここら辺が本当体を張って、真ん中で仕事をさせない。だからこそサイドに逃げるしかない、うん、でサイドの、センタリングが来ても最後は体を張って守るというところで、守備陣も奮闘してたというところで、まあ、ゼロというのが物語ってるんで、うん、そこら辺が良かった点ですかね。はいはいはい、はい。で、悪かった点を強いてあげるなら、まあ、強いてじゃない、まあ、悪かった点で言うと、やっぱり1得点いい、早い時間帯でしましたね、はい。で、本当にチャンスも多く作れてたと思います。なのでやっぱりあそこはゴールにつなげること、で2得点するっていうのがやっぱチームとしてやっぱり1失点っていうとありえてしまいます。先ほど言いましたが、うん、スーパーゴールとかで、はい、だからあんだけチャンスを作れてんだってやっぱゴールに結びつけないといけない、はい、それを決めきるっていうのが非常に大事です。みんな分かりきってることです、はい、分かりきっててもやっぱり試合の流れの中でもちろん 1-0 で勝つっていうのも大事なんですけど、やっぱ2得点目、行くって取り切るっていうのがチームを優位に運ばせる上では非常に大事なポイントなので、はい、なので、まあ、あれだけね、いい形が何度かあったので、まあ、決めきることが次必要かなっていうふうに思いました。はい。点はい。今回、第2節を、うん、ね、
速報で送らせていただきました。はい、本当にきつかったぞ、これは。本当にきつかった。はい、まあでも、はい、うん、これはもう今後やっていく使命というか、そうですね。はい、那須田漬けチャンネルでやっていくものとして、はい。はい、で、本当はですね、何分何秒に誰々が何とかのプレーみたいな感じで書いてんですよ。はい。で、お伝えしたいことたくさんあったんですが、あまりにも長くなってしまう、1試合の説明解説すごく長くなってしまうので、本当ようやくギュッとさせていただきました。はい。それで、まあ、今後とも続けていくので、J リーグの素晴らしさを伝えていきたいと思います。で、今回今年のレギュレーションですね、うん、レギュレーションに関して本当交代が5枚ってことで、途中交代で2枚っていうのがたくさんあったと思います。はい。で、普段見ないような選手とかもたくさん出てくると思います、うん、で、その選手がスターにね、躍り出るってことが起こり得ます。はい。なので、今シーズンの J リーグは非常に面白いです。うん、9試合見てて楽しかったです。なるほど。はい。僕5試合目からちょっとゲロ吐きそうだったんですけど非常に楽しかったです。はい、はい、なので、もうぜひ皆さんに見ていただきたいです。うん。で、ちなみになんですが、はい、この企画誰かに似てませんか？里崎さんでしょ。はい、そうなんです。パクったパクったって言われるんで、はい、電話しましたよ。はい、はい、で、OK 出ました。この企画、里崎さんももう公認なんですね。そうなんです。はい、公認で、いただいたので、はい、直接。あ、なんだ、じゃあこれ公認もらってるんですね。はい。あ、ってことはあれだ、あのエクストリームシリーズも、はい、中田さんから許可もらってんだ。丸パクリですそこは全然丸かぶりです。まあ、中田さんほどになったら、はい、僕らみたいな底辺 YouTuber、眼中にないから。そうですね。はい、もう本当スキルもまだ全然低いですし。はい、大丈夫もう。はい。なので、そこは丸パクリなんですが。はい。はい、なので、今後とも続けていきますので、はい、皆さんで J リーグ盛り上げて楽しんでいきましょう。ありがとうございました。